イスキャンディーをもらいに行こうの時間でございます。まだねアイスクリームアイスキャンディーを、ね、作れていない段階なんですけどね、その時でもねここに行くとねアイスキャンディーもらえるからそれだけでね先に達成しちゃおうかなみたいな、お城を作る前に達成しちゃおうかなみたいな、やってみようかなみたいな。あ、一人で行っちゃったね。仲間にするの忘れちゃいましたね。一回帰るのめんどくさいけど、駆け回るのもめんどくさいな。どうしようかな。トイレ来ちゃったよ。今もらったかな。あ、もらったね。やっぱパン、キラーパンサー連れてくるべきだったね。全然ない。全然ないな。宇宙海になってるからこっちあるかもね。ラグーンみたいになってんで、氷の海のラグーンってなんか神秘的かもしれないね。サンゴ礁ではないラグーン。
かんないね。ドラゴンがいるね、あそこね。戦ってもしょうがないしな。百景だ、百景。兵士か。兵士はやらないんだな。もう一個ぐらいキャンディ集めたいところだな。一回帰るか。やっぱパンサーがいないと。でもな、なんか一回来ただけじゃ集まらないね。ちょっと長期戦になるねこれね。ちょっとね、5個だけあるから、これを先に5個置くと何パーセントになるのかっていうね。今が10、30分の10なんですよ。こっちの方にちょっと置こうかね。なんだよ、バグってんのかよ。5個で30分の10から9だから、あと10 5個じゃ足りないってことだから、11個ぐらいいるかもしれないね。
イスキャンディーをもらいに来ました。なかったっけ、こっち。こっちにはない。あ、そこにある。あそこ取ったやつかな。取ってないよ、あそこは。見逃してた。いや、取ってるね。取ってるかな。3つあるから取ってるね。なんか取ってないような気がしたけど、3つ取ったんだね。アイスキャンディーの数で分かります。ドラゴンいますね。戦っちゃう。戦ってもね、メリットないんだよね。なんかもらえるかな。ドラゴンの肉も集まったと思うんだよね。ちょっと今はやめとこう。ついてこないんだよ。あれ取ったやつかな。取ったやつだね。取ったやつだよね。ラグーンになったとこがね、もしもあれば。でもここ深いな。これマンマン来る、いるとこかな。いいや、お腹空いてんだよな。お腹空いてんの。遅いな。なんかかかってんだね、パンサー。なんか魔法がかけられてる。溶けた。パンサー、
要するに素材島のアイスキャンディーだけで雪原のミッションをクリアするというそういう作戦でございます。暇なんですよ。いつもと違う焼き方で焼いたいじゃないですか。情けないね、これ突っかかるのも情けないよね。ジャンプしないと進めないってなんかおかしいよね。じゃがいもがある。じゃがいも欲しいんだよ。じゃがいもには目がない。ないかな、キャンディー。キャンディな、なんかなんでもない、一言です。これでクリアできるかな。どうだろうな。すいませんが、今回はここまでです。